ペースより大変お世話になっております。学校であった怖い話実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ、前回2週目岩下さんのね話を聞き終わりましたので、また新しい話に入っていこうと思うんですけど、あれなんですよね、2週目ももう残り2人まで来てるんですよね。早いよね。早くないのかな。うん。でも、なんか、無限にね、残ってると思ってたものが、こうやって少しずつね、減ってきてるのが目に見えると、やっぱりちょっと寂しいなっていうのはね、思ってしまいますけど。はい。で、今日からは、福沢さんのね、話に入っていこうと思います。福沢はさ、1週目の時、平井さんの話だったんですけど、あれもどっちかっていうと恋愛絡みの話だったじゃないですか。岩下さんとのね、差別化みたいなところが、いまいちまだ俺の中でね、しっかりとない状態なんですけど、今回の話はどうですかね。私の名前は福沢玲子。1年 G 組に在籍してます。元気いっぱいですな。私の話す話は、おー、水泳部。水泳部の話。稲葉くんって泳げる？水泳部は、なんか、プールですよね、きっとね。ちょっと怖そうだな。泳げる、泳げない。犬かきなら得意。どういうこと？なんで犬かきだけフィーチャーしてんの？もう普通、人並みに泳げますけどね。なんだろう、金槌ではないので泳げるでいいかな。まあ、クロールしたいですけどね。バタフライは多分、なんか、それっぽい動きでやるけど、多分、下手。すごい下手だと思う。久しく泳いでないしね。バタフライとか。泳げるんだ。そうよね。高校生にもなって泳げないなんて恥ずかしいもんね。あんまり金槌の人ってリアルだと会ったことないな。私もさ、彼氏にするんだったら泳げる人がいいな。え？グザーがグイグイ来るパターンか、今回は。なんでかって？決まってるじゃん。一緒に海に行ってもつまんないでしょ。完全に誘われてますよね、俺。もし私が溺れちゃったら、誰に助けてもらうわけ？ライフセーバーの人に任せた方がいいと思うけどね。いればね、ライフセーバーの人が。それにさ、絶対に海外旅行とか行きたいし。ああ、夢持ってんね。南の島のリゾートに彼氏と二人っきりで過ごしたいもん。バカンスね。極上バカンスですよね。わかるけども。だから泳げなきゃ嫌。あ、ごめんね。話が逸れちゃったね。そうだね。水泳部の話だったね。福沢の曲はすごいなんか軽快でいい感じですよね。ここは岩下さんとはちょっと差別化できてる。岩下さんの怪しい感じだからな。実はね、私のお姉さんってこの学校の先輩なの。あ、またお姉さんから聞いた話シリーズですかね。平井さんの話もそうだったもんね。7つ年上。それで女子水泳部だった。ああ、そうなんだ。結構。福沢の姉ちゃんのパーソナリティが明かされてきたな。7つ年上って結構上だね。男子と女子は分かれているからね。ああ、だから私この話を知ってるんだよ。男手に女手にみたいな感じか。俺の中学では分かれてなかった気がするな。水泳部は。お姉さんがいた頃ね、ものすごい選手がいたんだってさ。この背景、あんまいい思い出ないんですけど。大丈夫かな。彼女が泳ぐとお魚みたいだってみんな噂したんだって。全国レベルとかなんかね。それほど泳ぎが得意だったわけ。彼女が泳ぐとね、水が嬉しそうに波打つんだってさ。みんな見とれていたんだって。姉ちゃんの同級生だったのかな。本当に水が喜んでいるわけじゃないよ。わかるよ。ただね、そう見えてもおかしくないほど彼女の泳ぎは華麗だったのよ。彼女の名前は瀬戸優子さんって言ったの。今回のメイン登場人物ですかね。瀬戸さんはね、お魚の生まれ変わりだって言ってもみんな信じたよ。それだけ泳ぎが得意だったってこと。早くない？この曲入んの。そんな瀬戸さんだったけどね、事故で死んじゃったの。登場から死ぬまでが多分これまでで最速だな。なんで？ある日泳いでいる時に心臓麻痺を起こしちゃってね。
みんな驚いて助けに行った時はもう手遅れだった。怖いでしょ怖いでしょ、終わりって言われたらどうしようかなって思ったけど、ちゃんと続きますよね福沢はね。猿も木から落ちるって言うけど、まさか瀬戸さんが水死するなんて誰も思っていなかった。まあ溺れ死んだっていうよりは心臓麻痺だったんですよね。だから彼女が死んだなんて誰も信じられなかったの。それからなのよね、変なことが起きるようになったのは。そういうパターンか。ねえねえ、どんな変なことが起きたと思う？あ、いいね。この感じの選択肢はいいですよ。非常に分岐が見やすい感じですよ。誰もいないプールで誰かが泳いでいる音がする。誰もいない物質が水でびしょびしょになっている。泳いでいるとき、足をつる人が多くな足をつる人ね。俺もね、友達と時々実況動画を撮るときがあるんだけど、つるんですよね、友達の足が。30超えたあたりから急に変なことが起こり出してね、怖いよね。あ、でもこれさ、一つ一つ見ていくとそんなに怖そうな感じはしないけどね。音でしょ、びしょびしょでしょ、つる。一番怖いやつを最後に持ってきたいなっていうのがあるんだけど、そういう意味だとどれだ。つる、そんなに怖くないよね。水でびしょびしょは怖いかな、誰もいないのに。ちょっと最初はじゃあつるで行ってみるか。足をつる人の話。そうなのよ、泳いでる時足をつる人が多くなった。でもそれだけじゃないのよ。誰もいないはずの物質で誰かが使った形跡があったりとかね。物質をきれいに片付けておくでしょう。するとね、ああ次の日物質が水浸しになって、これは合流したな。物質がびしょびしょルートに行ったね。そのパターンか。壁とかにも水滴がついていて、まるで誰かが水をまいたようになっている。それは不思議だね。みんな当然のように噂したわ。きっと瀬戸さんの霊がいるんだろうって。でもそれぐらいだったら実害は、まあでもね、備品がびしょびしょは問題か。瀬戸さんが水泳部のことを忘れられないで化けて出てくるんだろうって。しかもね、彼女の使っていたロッカーを使った子が次々と事故に遭ったの。え、事故？さっき泳いでいる時足をつる人が多くなったって言ったでしょ。足をつったり溺れたりって事故がいろいろあったんだけどさ、命を失うほどの大事故にはならなかったのかな。これって瀬戸さんのロッカーを使った子に限って起きるんだって。ああ、それでね、その人たちに話を聞くとみんな口を揃えて言うんだってさ、泳いでいたら突然誰かに足を引っ張られたって。きっと瀬戸さんだよ。瀬戸さんが寂しくてさ、友達を欲しがっているんだよ。だから自分と同じロッカーを使う子の足を引っ張るんだと思うよ。仲良しになれると思ってさ。足を引っ張られた子は気持ち悪いからすぐロッカーを取り替えるでしょ。最初のうちはね、面白がってそのロッカーを使おうとする子も結構いたんだって。それは向こう水だね。だって女子水泳部のエースだった瀬戸さんのロッカーでしょ。そのロッカーを使った子はきっと泳ぎが上手くなるはずだって変な噂が流行ったんだよね。験担ぎでってこと？え、でもさ、水の事故で死んでんですよ。なんかマイナスの噂が立つんだったらまだわかるけどね。でもあまりに変なことが起きるでしょ。それで結果的に誰も使わなくなっちゃったわけ。別に泳ぎが上手くなるわけでもなかったしね。まあね、当たり前だよねそんなの。でさ、そのロッカーってね、使用禁止になっちゃったの。もう撤去すればいいのに、動かすのも気味悪いし触るのも嫌でしょ。それでさ、その噂に尾ひれがついて、今では瀬戸さんのロッカーを開いただけで不幸になるなんて言われるようになっちゃったの。まだ残ってんの瀬戸さんのロッカー、7年後の今も。いわば開かずのロッカーってわけよ。7年後じゃないのか、姉ちゃんが7個上ってだけか。怖いよね。その話を知ってて水泳部に入りたいなんていう人の気持ち、私わかんないな。それは伏せとくんじゃない、入る前は。
入った後に明かすんじゃない？水泳部の人たちは。俺ならそうするし。でもさ、そのロッカーってちょっと興味あるよね。ない？え？選択肢、興味ある？別に興味ない。いやー、ここで怖い話をね、聞かせてもらうために集まってもらったのに、いやー、興味ないっすね、とちょっと言えないよね。あるある。そうよね。実を言うとさ、私も興味あるの。でもね、誰も興味ないって言うんだよ。私ね、興味ある人を探してたの。何をしようとしている？だってさ、本当に呪われたロッカーがあるかどうか確かめたいじゃん。行く系？一緒に行く系？あ、マジで？ねえ、これから一緒に確かめに行こう。ツアーツアーですか？江戸さんロッカーツアー始まったよ。お、選択肢ですよ。確かめに行く。そんなの嫌だ。いや、行く行く行く。いやー、これ楽しみだな。俺、ツアー好きなんだよね。全部が全部ツアーになったらそれはどうかなって思うけどね。そうそう、男は度胸だもんね。行くっきゃないよ。行きましょう、みんなでね。ん？これみんなで行くんだよね。宇沢と二人だけ？大丈夫。部室の鍵なんて針金で開いちゃう。そんな。シーフなの？福沢はジョブシーフなの？私ね、こういうの得意なんだ。便利な、便利な特技だな。内緒だよ。針金すげえな。さあ入るわよ。今日はね、部活のない日だから。そんな日ある？平日でしょ、普通に。部活のない日とかあります？誰もいないって。まあ、結構遅いはずですもんね。もう、5人目の話だもんね。6人目が終わった時点で9時ぐらいだったもんな。1周目の時は。え？わぁ、びしょびしょだね。いきなりもうびしょびしょなの？今日部活ない日のはずなのに、みんな、きちんと片付けないのかな？瀬戸さんの例じゃん、明らかに。それでもこれが瀬戸さんの呪いだったりして。いや、そうでしょ。ああ、ロッカーたくさんあるね。確か右側の方が瀬戸さんのロッカーって聞いたんだけど、はっきりした場所はわからないもんな。一応右側のロッカーは8つあるわね。どれかわからないから、片っ端から開けてみようか。順番に行く感じ？開けると何が起きるんだろうね。もしかして瀬戸さんの亡霊が出てきたりして。え？そんな話だった。ロッカーの中にいるとかじゃないでしょ、霊が。今の女子水泳部では絶対に開けるなって言われているらしいから。なんで置いとくのよ、そんなロッカー。きっと誰かが開けて、とんでもないことが起きたんだよ。ああ、隠蔽してるってこと？水泳部が。でも稲葉くんも大丈夫でしょ？覚悟を言えばね。いやー、俺結構吸い寄せるよ、俺。言っとくけど。ね、どれを開けてみる？え？うわ！え？え？洗濯式？うわー！怖っ！これはどれだろう？どれだろうな？怖い、怖い、怖い、怖い。どうしよう、どうしよう。順番に行ってみる？一番右から。普通、こういうか、1,2,3,4,5,6,7,8 って進んでいく人が多いよね。だから、いや、でも最後とは限らないのかな。わかんねえな。いや、行ってみよう。もう、1から行く。一番右。叫んでいた。キャー！早いよ！普通さ、ちょっと普通さ、1個目はさないよね。びっくりした。福沢さんがバタンとロッカーの扉を閉めた。いやー、やってくれるな。ちょっと休憩していいですか？
このゲームで多分一番声出したわ今までで。分かってるよね、このゲーム作った人ね、やっぱね。いや一発目か、やられたな。福沢さんがバタンとロッカーの扉を閉めた。どうなのよこの後。そして僕をまじまじと見つめながら震える声でつぶやいた。今の見た、今の見たよね、見た見た。そして僕に同意を求めた。ていうかさ、なんで二人っきりなの、なんでみんなついてきてくれないんだ。ちょっと上級生のね、力を得たい、助力を得たいところですよね、これは。僕はうなずいた。みんなで協力して切り抜けたいよこの局面を俺は。そしてもう一度ロッカーに目を向けた。ロッカー静かにそこにある。他のロッカーと変わらぬように、ただ普通を装っている。本当にこの中に今見た恐ろしいものがいるんだろうか。ねね、もう一度開けてみる。マジで。突然福沢さんが恐ろしいことを聞いてきた。今この中にいたものを見たはずなのに、もう一度見たいだなんて。でももしもう一度開けたらどうなるんだろう。いるでしょ普通に。どうする。まあでも新聞部としてはね、記事に書かないといけないから、情報は少しでも多い方がいいよね。もう一度開けてみよう。よし、もう一度開けてみよう。僕はそういう扉に手をかけた。ん？扉が固くなってるぞ。びっくりした。ちょっと俺が飲んだペットボトルが今ボコって戻った。ちょっとへこんでたやつがボコって戻った音にびっくりした。ん？扉が固くなっているぞ。ロッカーは鍵がかかっているようにびくともしなかった。みのく、演技はいいから。いや演技じゃないよ、福沢さんがいぶかしんだ。でも演技なんかじゃない。本当にロッカーは開かなくなっていた。もういいわ、私が開ける。福沢さんが手を出してきた。そして、僕たち二人の手で扉が半開きになった。しかし開いたのは一瞬だけ。内側にいる何かが、ロッカーをバタンと閉めてしまったからだ。いるじゃん、もう。うわ、やだ、稲葉くん。僕たちは顔を見合わせた。今の何？確かに何かがいた。ロッカーの中に何かが。ちょ、呼んできて。三年生呼んできて。とにかく無事に戻ろう。今のが呪いのロッカーだとしても、僕たちが自分のロッカーとして使ったわけじゃないからきっと大丈夫だよ。ほら、瀬戸さんのロッカーを開けただけで不幸になるなんて噂に尾ひれがついただけのことだろ。だからきっと大丈夫だ。焦ると早口になりますよね、この稲葉くんはね。僕がそう言うと福沢さんは力なく笑った。新聞部に戻ろう。終わり？そして6人目の話を聞くんだ。ここまで来たらもう引き下がれない。終わりじゃない。僕たちは黙って歩いた。新聞部に戻ると、こもった空気が僕たちを迎えた。僕は一呼吸してから、6人目の話を聞くことにした。今度はどんな話が僕を待っているんだろうか。あ、終わり？終わりかい。絶対追撃があると思った。いやー、怖かったね、今回ね。これは、ちゃんと怖いのがいたな。とりあえずセーブしよっか。これ吉岡用に残しておきたいんで、ここでいいか。はあ、どうしようかな。ロッカーを見に行くルートの別選択肢をちょっと見てみようか。次のパートも別分岐は見るつもりなんですけど、音がするっていう方を見ようと思ってるので、ちょっとこのパートでもう一回やってみようか。まず興味があるかどうかですよね、ロッカーにね。ないです。ないですよ、そんな、ロッカーになんて。そんなこと言って、本当は興味あるんでしょ？あ、これ強引に連れていくパターンか。うふふ。特別に連れて行ってあげるよ。見に行ってみよう。呪われたロッカーが本当にあるかどうか。あったよ。
これから一緒に確かめに行こう。ああもう一回あるんだよね選択肢はね。嫌です。絶対に行きたくないです。確かに許可取って入るわけじゃないから嫌かもしれないけどさ、絶対バレないようにすればいいじゃん。ほら行こう行こう。あ行くんだ結局。嫌がってのに連れてくのか。強引だね福沢は。やっぱそう考えると細田さんは優しいですよね。トイレツアーの時もね、こっちの同意を得るまではループしたもんね。いやー来ちゃったね。さあ行けますか。いやーでもうまいよね。うまいっていうかさ、なんか思い切りがいいよね。一番右になかなか配置できないよ。トイレツアーもね、最初は何もなかったもんね。最初だけね。他は全部入ってたんだけど。細田さんと密着するだけだったんだけどな。じゃあ8番から行ってみますか。一番左。ここには何もないね。いやもう、最初はこれだと思ってたよ、俺は。この感じだと思ってた。福沢さん、僕が指し示したロッカーを開けると、ほっとしたような表情を見せた。ロッカーの中には個人の荷物が入っていた。水中メガネやスイミングキャップなどだ。瀬戸さんが使っていたというロッカーには今何が入ってるんだろう。いや、瀬戸さんが入ってんすよ。使用禁止になっているということだから何も入っていないんだろうか。稲葉くん、何考え込んでるの？福沢さんが僕の顔を覗き込んできた。次はどのロッカー？でもさ、トイレツアー考えるとさ、当たりは瀬戸さんだと思うの。大ボスがあれだと思うんだけど、中ボス中野クラスのやつが入ってる可能性はありますよね。2個ぐらいね。ちょっと警戒はしつつ、まあ7番目。なんか入ってる？何も入ってないわけじゃないの？やだもう、ドキドキしちゃうよ。福沢さんがロッカーを開けると。中には濡れたタオルが入っていた。まさかこれ瀬戸さんの霊が使ったタオルじゃないよね。濡れてんだ。濡れてんのはおかしい。確かに彼女は震える声で言った。ほらさっき言ったじゃない、使った覚えがなくても物質が水浸しになっていたりするって。これが瀬戸さんの仕業。確かに濡れたタオルをロッカーに入れっぱなしにする部員がいるとは思えない。そうだね。どうしよう、もしこれが開かずのロッカーだったら。やだもう怖い。お前そんなこと言ってられんのも今のうちだぞ。福沢さんはキャーキャー言っている。怖いと言いながらもなんだか楽しそうだ。楽しいのは今だけだから。じゃあ右から6番。このロッカーを開けるの？福沢さんはいきなり眉をしかめた。このロッカーなんだか臭い匂いがするよね。僕は思わず後ずさる。私もこのロッカー怪しいなってさっきから思ってたもん。そっか、やっぱりここを開けるのね。福沢さんはしばらくうつむいていた。やっぱり開かずのロッカー探しなんてしない方がいいんじゃないだろうか。福沢さん、僕はもうやめようと言おうとしたとき、いや、僕ちょっと開けてよ。彼女が恐ろしいことを言った。僕が、躊躇していると福沢さんはギロッと睨んできた。ほら、早く。彼女に促され、しぶしぶロッカーを開けると。キャー！あ？ロッカーの中には雑巾が入っていた。なんだ猫かっていうパターンですよね。臭い匂いはこれだったんだ。いや、こういうのね、ちゃんと用意してるんじゃないですか。でも、これをね、この位置のロッカーに置いて、一番右に当たりを置くっていうのはすごいことですよね。で、雑巾の下からネズミ、ネズミもいんの？いや、福沢さん、僕の影に隠れてしまった。ちょっと生意気っぽい子だけど、こういうところは可愛いかも。大丈夫、ただのネズミだよ。僕はそう言うと、率先して次のロッカーを開けようとした。いやー。まだまだあるもんね。そろそろあれだよね。誰かの割り込みが欲しいですね。進藤さんに来てほしいよね。ここは僕に開けさせてもらえないかなって言って進藤さん割り込んでくれるとすげえ助かるんですけど。右から5番目。僕はロッカーを開けると
何もなかった。やだ、何もないよ。福沢さんはまだ怖がっている。ちょっと脅かしてやれ。え、もしかしたらこれが開かずのロッカーかもね。だって使用禁止のロッカーには何も入ってないものだろう。いやもう稲葉くん。ちょっと茶目っ気出しますよね、稲葉くん時々ね。彼女は泣きそうになってしまった。ちょっといじめすぎたかな。ごめん、嘘だよ。これは呪いのロッカーなんかじゃないと思うよ。呪いのロッカー自体誰かの作り話かもしれないしね。早いとこ他のロッカーも開けて部室に戻ろうよ。福沢さんは小さくうなずき、こう言った。本当に呪いのロッカーなんてあるのかな。あったよ。そうだな。本当のところはどうなんだろう。まだ半分だもん。4番目。ん？キャー！福沢さん大声で叫んだ。何？次は。いやー！一体どうしたと言うんだろう？何？ロッカーの中には特に恐れるものは入っていないのに。何を見ている？もしかして彼女には見えるのか？僕の目には映らない霊か何かが。福沢さんどうしたんだ？僕がそう叫ぶと。冗談よ。おい、ふふ、驚いた。さっき驚かしてくれた仕返しよ。楽しそうだな、君ら。福沢さんがコロコロと笑った。なんか仲良くなってきてない？二人。まったく。疲れるな。もう早く終わらせたい。次のロッカーをさっさと開けよう。この後、亡くなったんだよね。二人とも。もうね、知ってますからね。右から3番目。ん？あ！ちょっ！なんで？え？どういうこと？二つあるってこと？僕は思わず叫んでいた。これ怖いよね、本当に。スーファミでよくやるな。福沢さんがバタンとロッカーの扉を閉めた。うん？ランダムか。ランダムの可能性もあるな。でも本当にランダムだとしたら一発目で引くってすごくね。それってどうなんだろう。で、開けるかどうかですよね。もう開けない方を選んでみよう。もう帰ろうよ、福沢さん。僕は彼女の手を引っ張った。なんだ残念。稲葉くんってもっと勇気があると思ったのにな。それじゃあ彼女なんてできないよ。え、なにこれ。告られてる？もしかして。僕は彼女の言葉に笑いながら、水泳部の部室を後にした。なんか、対応が大人だな、稲葉くん。いや、やられたな。早く新聞部に戻らなければ、そして次の話を聞こう。7人目が来なければ次の話が最後になる。こんな集まり早く終わらせてしまおう。そして今見たもののことは忘れるんだ。はぁー。ツアー怖え。怖かったなぁ。いや、やっぱりちょっと2人だけでツアーは良くないね。みんなで行った方がいいね。みんなで行った方がなんか、楽しい感じはしますよ。あ、でも怖かったな。俺あんま怖がらないタイプなんですけどね。ちょっと。はい。次回は謎の音がするというルートを見てみようと思うので、また話が変わるんじゃないでしょうか。はい。ではまた次のパートでお会いしましょう。お疲れ様でした。さようなら。